日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話で出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。いよいよジャパンカップメンバーも揃ったというところになりますが、まずは先週のおさらいからいきましょうか。はい。はい。約1名元気ないのは何ででしょうね。はい、約1名ないですね。はい。まず成績表で、ここ丸つけましたけど、3連複1610円。はい。誰かさん当たりました。で、ありがとうございます。ありがとうございます。ワイド47320円、これも誰かさん当たりました。これうまかったですね。これ一番いいじゃない。うん、だってもう1点で元で3倍にすんの、このレース結構難しいから。そう、これ、あ、結局私当たったんだけど、あ、武田さんにやられたって思っちゃった。こっちの方が全然いいじゃんと思って。だって 16.1 倍ってさ、8050円。そうですよ。はい、私16000円。そうなのよね。うん、こんなにこうごちゃごちゃ変わって、それよりワイド1点の方がいいなと思ってね。当たればね、投資効率の良さが出るのよ、こういう時に。そうですね。まあそういう俺まだ負けてるけどさそうですねあんたの連続的中ってのがどれだけぶりなのよ知りません。あったかなっていうぐらいです、ね。俺も記憶にないわまあまあ、でも外れた方もいらっしゃいますからね。まあグランアレグリアがね強かったけど、サリオスどうした、大谷記者。そうですね、まあ、この馬の、弱点といえば弱点なんですけど、やっぱり鞍上を固定できてないっていうのがもう、ね、この馬の一番の泣きどころだったんですけど、それが出た感じですね。はい、まあスタート、まあ、3馬身ぐらい甘かったんですけど、それでも全然出してって位置取れてったと思うんですけど、そこで、この馬の操縦性の良さをもう少し信じて積極的に乗ってもらえないと、ちょっと、上がりの早いレースでしたし、あそこからじゃ厳しいですね。ちょっとなんか消極的に映ったな。そうですね、この馬のこの機動力の良さをもう少し活かす競馬してほしかったですね。はい、まあ枠もあるかな、ちょっと。もうそれはグランアレグリアがうちでうまくっていうのとは全く、はい、真逆の競馬だからね。まあ、天乗り、どうしてもね、天乗りで、ね、しょうがないところもあるのかなと思います。まあでも、この厩舎だとね、なかなかさ、ずっと長くっていう、ね、騎乗もあんまないですもんね。まあね。うん、確かに、鞍上固定できない馬っていうのは、まあ、こういう、はい、ケースはあるわな、確かに。うん、そうですね。このレベルの馬で鞍上が固定できないっていうのが、やっぱこうね、同じノーザン同士の、はいはい、まあ、上位、みんなノーザンなんですけどね。そこら辺の、なんか大人の事情ですよね。あれがありますね。まあ、大人の事情。ね、本当そうですね。はい、あ、グランアレグリアはまだ比較的ね、ルメール主戦っていう感じだし、インディチャンプは福永。はい。まあ、アドマイヤマーズの川田ジョッキーもね、まあ、連続騎乗、ね、3戦連続でしたからね、はい、うん、でも途中までインディーチャンプが勝つと思いませんでした。あ、ごめん、それ思わなかった。あ、そう、うん、あ、勝つかもと思ったら、もうやっぱグランアレグリア強いっすと思っちゃいました。足は溜まってたから、あとはスペースだけだっていう感じ。そうですね、うん、まあ、この勢いでジャパンカップも当てたいものです、うん。で、まあ、そのジャパンカップにつながるものとして、このエリザベス女王杯やね、はい、うん、マイルチャンピオンシップから、はい、あるいはさらに他の重賞から浮かんできたのが、うん、5歳大なり4歳大なり3歳の図式、うん、はい、グランアレグリア、うん、まあ、アーモンドアイ同じ5歳世代じゃない、うん、はい、で、まあ、3歳がちょっと点点点というね。そうですね。で、4歳に関してもさ、サートルナーリアが宝塚の時とかに、まあ、ちょっと4歳で、まあ、サートルナーリア人気になるけど、なんかお山の大将っぽいなみたいな話もしたでしょ。はいはい、なんか世代の順番がもう出来上がってるような感じもなきにしもあらずで、このジャパンカップをどう考えるか。はい、そうですね。で、大谷記者と私、はい、
丸アーモンドアイ、はい。黒三角デアリングタクト、うん。中コントレイルってこの順番が全く一緒なんだよね。はい。今回とりあえず、本命だけ違うんですね。はい。まず本命の前に3頭触れていきましょう。アーモンドアイ、大谷記はい。者。はい。丸。アーモンドアイ、そうですね。アーモンドアイに関してはもう、この舞台、レコードホルダー2分20秒6、あのパフォーマンスをされたら、まあ、かなわないと思うんですね、もちろん。ただですね、このさすがのアーモンドアイといえども、多少の衰えっていうのをちょっと感じるところはあるんですね、やはり。安田記念も、これは中2週が響いたんじゃないかとか言われてますけど、これやっぱり今思うとちょっとグランアレグリアが強かったし、力負けっていうのもあるのかなと思いますし、天皇賞に関しても、やっぱね、前年の天皇賞に比べると、ちょっとね、物足りないかなっていう勝ちっそうでぷすりでね。したよ去年の勝ちっぷりね。とか覚えてるので、そうするとちょっとまあ勝ってよかったけど物足りないかなというのは、そうですね。欲目としてありますね。まあ、それで勝つんだから、ちょっとそう衰えてる、衰えてるって言ったら言い過ぎそう。かもしれませんけど、まあやっぱね。りそうですね。ね、ちょっとさすがにこう、ね、おととしの、ジャパンカップでスーパーレコードを、マークして、そこからずっとトップの力を維持し続けることの難しさはあると思うんですね。まあ、引退レースということもありますし、ここはまあ、力は認めても相手本戦にして他を狙ってみようかなっていう、色気が出ますね。私からはね、まあ4歳以降ね、7戦して13、19、12、1着。次は負ける番だっていうことね。いや、だから連勝できないんだよ。休み明け4戦全勝、2戦目全敗。それにまあ、今回、まあ言ってみりゃ仕方なく2400って感じがするのね。まあ、多分本来だったら香港とかの方が、そう、その香港なのよ。香港の第一希望って香港カップ2000メートル。第二希望香港マイルだよ。あれ、バーズは？そうですね。そこバーズじゃないっに、てことだもこんの馬な。の矛盾がある。そうですね。本当に適性だけ考えたらマイルチャンピオンシップに行くべき。もちろんレース感覚の問題あそうるですし、ね。中2週じゃまたね、っていう問題ありますけど、今のアーモンドアイに2400は長いと考えてるからこそ、ああいう選択になるんじゃないのかなというふうには思います。まあ、ただそれでもね、さっきの5歳と4歳、3歳の図式から考えると、いや、まあ、でも黒三角宙に落とせるかなって考えたときに、まあ、丸にはしたんですけどね。次、デアリングタクト。大谷記者黒三角。あ、俺もか。どうぞ。大谷記者どうぞ。そうですね、まあ、デアリングタクト、まあ、確かにもう、武田さん言う通り、ちょっと3歳馬のね、レベルを、疑問視して、まあ、それでも本当、負けてるわけじゃないんだから、この馬が抜けてるっていうのはあるんですけど、ちょっとそこら辺で、まあ、黒三角にしましたね。ケチをつけてという、すいません。うち、すいません。うちに誰か来た？宅急便が来ちゃいました。どうじゃぞ。あ、バトン受け継ぎます。お願いします。まあ、デアリングタクトに関しては、まあ、先週も言ってたじゃない、レシステンシアとか、そうサでリすオスね。の結果が、こジャれにパンなるカッねっプにて。多少結びつくんじゃないかと。
まあ、レシステンシア、まあ、ちょっと、大幅体重増、成長分かと思ったけど、まあ、ちょっと止まっちゃいましたね、最後ね。で、秋華賞で0秒3差、3着のソフトフルート、エリザベス女王杯で0秒6差、6着。となると、やっぱりなーっていうのがね、まあ、コントレイルの前に、まあ、ちょっと言いますけど、やっぱり今年の3歳馬、いまだにね、G1 で馬券圏内来てないんだよね。スプリンターズステークスのビアンフェに始まり、エリザベス女王杯ウィン・マリリンの4着が最高、マイルチャンピオンシップサリオスの5着が最高と。G1 馬ラウダ賞も大敗したしね。で、その前の4歳世代だったら、例えばそうだな、まあ、カレンブーケドールのこの JC2 着ね。それから、まあ、ラブズオンリーユエリザベス女王杯で3着でした。で、その前の世代ってのが、今のアーモンドアイ5歳世代ね。ステルビオがもうすでにマイルチャンピオンシップ勝ってます。で、ラブカンプーのスプリンターズ2着なんてのもあるんだよね。で、おまけに今の6歳だったら、モズカッチャンのエリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップペルシアンナイなト。るほど、そうですやっぱりね。ね、3歳馬がね、G1 で馬券になるのよ、いくらかは。今年はっていう話。なるほど。で、お互い4番手のコントレイル。大谷記者もうよう終わった？大丈夫ですよ。まあ、コントレールに関してはですね、まあ、菊花賞、ちょっと両馬場とはいえ、ちょっとタフな馬場で、目いっぱいの競馬してきましたね。まあ、せざるを得なかったね。最後までね、そうですね。もう3000m でもう首の上げ下げの目いっぱいの競馬をした後、まあね、いくら、もう見た目に何も不安ないということでゴーサイン出たとはいえ、やっぱり目に見えないものはちょっと気になるなっていうのはありますね。そうですね、特に、やっぱね、長距離戦走った後のダメージって、まあ、人間でも、例えば陸上競技で短距離のレースだなんかだったら、もう100メートルとかだったら、1日に2本、3本とか走ったりもあるけど、マラソン選手はもうね、ワンシーズン1回か2回しか走んないっていうように、距離が伸びれば伸びるほどダメージも来ると思うんで、それを考えると、なるほど。ちょっとこの中3週で、まあ、使ってくれたことはありがたいんですけど、そこら辺は割引したいかなと思います。中4週ですね。中4週ですね。まあ、僕はやっぱりちょっと引っかかり気味だったのがね、菊花賞。なるほど。引っかかり気味だったのが引っかかるっていう。わかります。非常によく。2400でもベストじゃないだろうっていうね。まあ、これもまた3000メーター勝った馬に対して言うのもあれだけど、でも今回味方になる馬がいないので、全馬敵だから。そうですね。まあ、前回はね。今までほら言ってたじゃない、ノースヒルズの馬がどこかかしこにいるって。で、まあ、うまく囲んだり、鼻切らせたり、まあ、いろいろちょっとコントレイルを折り合わせるのにね、そういうちょっと作戦面みたいなのがあったようにも見てて思えるんだけど、今回その手はないぞということで、私よ、初めてコントレイルの評価ここまで下げたんだよね。トースポ杯から全部本命なんだけど。ということで、大谷記者。本命をお願いしたいと思います。本命は、カレンブーケドールですね。そろそろっていうね。そろそろ ねっそてろ思いそたろいです勝たせてあげたいよね。去年の2着馬ですね。そうね。そうですでもね。スワブリチャードの。3歳の時点でスワブリチャードの2着して、まあね、あの時かなり馬場悪かったですよね。で、そこで、まあ、ちょっと正直、ディープサンクは割り引いて見てたんですそうけですよど、ね。ね、そんな中でもう、もしかして
勝っちゃうんじゃないかくらいの2着、うちウバックスはブリチャードが叩き出してきて、もう叩き合いに持ち込んでの2着、これ、あの馬場でこの馬、こんなに走れるんだと思って、はい、まあ、そこから1年経ってリベンジ狙うわけなんですけど、まあ、ジョッキーが言うには、まあ、道悪に関しては、もうなんとかこなしてるっていう感じらしいんですよ。で、津村ジョッキーはもう、両馬場の方が絶対いいって言い切ってましたし、また去年に比べてもパワーアップしてて、もう各馬場なんかで乗ってる時からそれを感じますっていうことらしいんですね。それを考えたら、1年経っての成長、なおかつ今週は両馬場でできることを思ったら、まあ、間違いなく、首位争いするんじゃないかなっていう思いですね。なるほど。彼あのと、ここのと。馬ちょっと、馬場運がないというか、秘書箇所から前走のオールカマまで全部ややオムかオムなんですね。そうですね、で、そんなところで、特にオム馬場がうまいクロノジェネシスとかスワブリチャード相手にしてるんで、ちょっとかわいそうなとかって、これは、詰めが甘くて2着が続いてるんじゃなくて、馬場に泣かされての2着が続いてるんじゃないかなと思いまして、今回、ようやくの両馬場、舞台もベストの東京2400で、今度こそ先頭ゴールを期待したいですね。はい。で、武田わてさんは、は、グローリーベイズ。はい。先週と一緒よ。香港 G1 の勝ち馬。そう、結構強かったもんね、香香港港ドミノ2ね。着、ラッキーライラはい。ックに3馬身半差。ラッキーライラックの今年のね、大阪は杯い。勝ちと、エリザベス女王杯勝ちを思えば、それに、さっきの5歳っていうね、5歳の国際 G1 馬が、また、他の馬の影に隠れてちょっと人気がないんだったら、こっから行っちゃえっていう選手と同じやり方です。で、京都大賞典58キロで勝って、ジャパンカップ直行の馬って今まで2頭しかいないんだけど、タップダンスシティと北サンブラックって両方ジャパンカップ勝っおお、てん勝っだよ。てるじゃん。もう必勝ローテ。なんと。やっぱ前走が目標でないっていうのが他の3頭とは違うところ。ということで、こっからもうスケベ心出して、もうカレンブーケ、ワールドプレミア、奇跡、ユーキャンスマイルまで生まれんで細かく抑えちゃうという馬券にしました。もう思い切って大波乱まで期待しちゃうっていう。なるほど。私の馬券はですね、私も、ワイドのボックスでいこうと思います。カレンブーケドールとデアリングタクトとグローリーベイズ。一応本命はね、デアリングタクトなんですが、やっぱりね、53キロっていうのは大きいなと思うんですよ。まあね、それは思います。で、あと、オークスはなんとなくこうやっと勝ったっていうイメージなんですけど、相手からの、その割ってこう、行くところの切れ味とか、やっぱりなかなかのいいものは持っているなっていうところと、それに、やっぱりこの秋華賞で、もう危なげなく勝ったというところにこう成長を感じて、さらに53キロのデアリングタクト本命で、一応3連単で5番、1番、15番という順番のも買おうかなと思ってますが、めっワイちゃドつの。くやん、これ。そうでしょ？ これはめっちゃつく。そう。で、ワイドボックスも全通り当たるかもしれないからね。はい。もちろんアーモンドアイにもコントレールにもみんな頑張ってほしいなとは思っております。いいレースになるといいなと思ってます。ということで、皆さん、世紀の 大勝負をぜひ、ご覧いただければと思います。また、やるんでしょ、配信を。当日の、昼休みに、大谷記者11と、時35分から、大谷と武田でやります。田中でやりますんで。俺じゃないよ。あ、違うの？大谷、田中です。あ、田中さんね。わかりました。ぜひ、そちらの方も直前の情報をそちらでチェックしていただいて、皆さんどうぞ、ジャパンカップ当ててください。ということで、今週はこの辺で失礼いたします。皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございまありがとうごす。ざいました。